はい、どうも、皆さん、こんばんは。M 塚理事主です。今日はね、ちょっと、汚い車を、ちょっと掃除しようかなと思って、思ってるんだけど、ちょっとごめん、やり方間違ってたら、ごめんなさいね。まあ、いろんな方法があるけど、今ね、手元にね、あるのがね、これ。ほんとね、これ、ちょっと写し替えてるんだけど、コンクリート用洗剤。コンクリート用洗剤。に、ちょっと水結構コンクリート洗剤1に対して水結構入ってるって感じで、もう結構入ってる、うん、であとはまあ水なりタオルなりあって、うん、でだからちょっとこれで綺麗にしていこうかな、噛んだわ、また噛んだわ、綺麗にしていこうかなって思ってます。それではちょっとね、ツヤ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 ね、お客さんがねいるからね、お客さんがいるから、お客さん来るからね、ちょっと見てるんだけど、やってみましょう。まずね、もうちょっとね、若干綺麗にしちゃったんだけど、明るくて、くれえな、ちょっと見えにくいね、これ、ちょっとベルファイヤー書いたんだけど、こうね、ほら、こういう色、まあ、他の色もそうかもしれないけど、こういう風に汚くなるよね。わかるかな、わからんかな、こういう風になったりとか、こういう風になったりとかするよね、こう、うん、ちなみにさ、どうだろう、今の場合だと、この辺とかも本当汚いんだよね、こういうところとか、こういうところ、これも前やってあるんだけど、もうこれをちょっと結構綺麗にしちゃう、まあこれをちょっとゴムのやつでもあれだけど、あれだったね、これゴムのやつ、そうだな、これをね、まずね、まあこれちょっと後でねちゃんとやるんだけど、まあこう濡らして、いくよ、濡らして、まあ、ちょっとねこれ薄めて、さっきのコンクリート用洗剤、俺のやり方だから、これいろんな方法があると思うから、でこれねちょっとしばらくこうですよ、本当はね、でちょっと綺麗になってるから、じゃあさっきの汚いところだけちょっとやってみようか。消えるかな、見えるかな、ちょっと待って、ね、どこだ汚いところ。ちょっとね、即席でちょっとやってるから、ここかな、これかな、これだな、よし、どうだ、取れた、取れたかな、ごめんね、ちょっと気味悪い、いいね、取れたっぽい、取れたね、まあこんな感じかな。あとはね、まあこれはまあこうちょっとこういうふうにやって、こういう風にやって、こういうとこも、ね、これ絶対、でもこれね、手袋してね、手荒れる、すごく。絶対に。で、ほら、メラリンスポンジとかもあるし、いろいろ、まあ、やり方はあるんだけど、あとスチームとかね。そんなね、装備は一切ないので、ここはちょっとね、これはちょっと本当にメラリンとか、ちょっとやらないといけないかな。ちょっとここまではね、ベラベラにできないんでね、まあこういうとこだったらまだベラベラにできるからいいんだけど、まあそんな感じかな。であとまあみんな流してもらえば、どうだ、ここは切らなかったよね、どうだ、どうですか、ちょっと水があるから、参考になるのかな。まあいいや、まあ一応、家でも多分できない子はないと思う、業務用だから、ちょっとコンクリート洗剤が、
うん、あれだけど、まあ一応こんな感じで綺麗にしてます。はい、さあいかがでしたでしょうか。ほんとね、暑い感想を言うと暑い。なんでかって言ってすげえ炎天下なんだよ。なんかこんなやってるけど暑い。うん、でも本当にね、まあ、さっきのはごくごくまれってか、まれじゃないともいろんなやり方があるんで、まあこういうやり方もあるよとか、知ってる人もいるよね。ぜひね、コメントとかに書いてもらえればいいかな。まあこれが正解ではないから、僕流の今あるものでできる僕流のちょっとこういうところの綺麗な掃除の仕方、なんで、ぜひね、参考になるのかならないのか、ならないのかわかんないけど、よかったらやってみてください。まあ洗剤ちょっと強力めなやつ、漂白剤とかダメだ。まあメラニンスポンジが一番いいのかもしれないけどね。でもね、こういうのでね、シートとかも綺麗になるから、ちょっとこうやってさっきのやつつけて、水に浸したままにこうつけて、あとはもうこう、全体的に、部分的にやるとムラになっちゃうから、全体的になぞる感じでやったら結構綺麗になるんで、はい、もしよかったら皆さんやってみてください。それでは暑いですけど頑張ります。ではまた皆さん、さよなら。